ファラモンド、ファラモンドという名のサラブレットの競争馬は歴史上数通り、主に以下の馬などが名前が上がる。本校では2について解説する。ファラモンド、または1925年から1952年とはイギリスで競争生活を送ったサラブレットの競争馬、及びシュボバである。アメリカ合衆国でタネボバとなり、メノーなどの父となった。 イギリス二十世紀初頭の名オーナーブリーダー、第十七代ダービー伯爵の生産場の一頭である。ダービー卿の所有するスタンリーハウススタッドでの生産場で、フェアウェイやファロスと同じ牧場の出身であった。母シリーンは、チェバリーパークステークスなどを制した名品で、後世において繁殖品場としても名を残す馬であった。ファラモンドは、シリーンの第二子として生まれた。 ファラリスを父に持つサラブレッドで、後にアメリカリーディングサイアーとなる第一子シックルとは全兄弟の関係であった。体格は母のように小さく、また太く短い首が特徴的であったという。イギリスのジョージ・ラムトン調教師に預けられ、2歳の時に競争馬としてデビューした。同年は同じくダービー教所有のフェアウェイも2歳でデビューしている。 初戦は5月のゼットランドプレート、ヨーク競馬場、新馬戦に出走して、着外、2戦目のウィンザーキャッスルステークス、アスコット競馬場では3着に入った。3戦目のナショナルブリーダーズプロデュースステークス、コハロンニューマーケット競馬場では出走馬21頭の中から一番人気に押されるが、前走で先着したはずのフラミンゴという馬に敗れ、着外に沈んだ。 4戦目のランカシャーブリーダーズプロデュースステークス、リバプール競馬場では、初勝利を目前にしながら、15ポンド、約6.75キログラム軽い金量を積んだ、ダークドールという馬に、首差でれた。翌戦、バックナムブリーダーズプロデュースステークス、ニューマーケット競馬場では3頭立ての中で一番人気に、押されたが、ここも、ザ・ウィーダーという馬に、担当差、頭差で敗れてる。 本来、その年のミドルパークステークスには、フェアウェイが出走する予定であったが、同馬は、シャンペーンステークスの後に体調が悪くなったために、これを回避、その代わりとして、ファラモンドが競争に登録された。幸運にも対戦場のメンツにも恵まれ、ファラモンドは2着バフーウィッツを、頭差で抑えて、優勝、6戦目にして初勝利を挙げた。この年の末、ファラモンドは、 フリーハンデキャップにおいて110ポンドと評価された。ちなみにフェアウェイは126ポンドと、その年の2歳馬の中で最上級の評価を与えられていた。その成績は悪いものではなかったが、前アニシックルと比べると非常に物足りない成績であった。翌年、ファラモンドはフランクバッターズ調教師のもとに、テム馬やし、3歳バの頂点ダービーステークスを 目指して調整が行われていた。しかしその具合はかんばしくなく、1928年の初戦として出走したエプソム競馬場4月のノンサッチステークスでは見せ場なく着外に終わった。イギリスクラシック3巻の第一戦である2000ギニーステークスには本来フェアウェイが出る予定であったが、この時、試行農業を患らっていたため回避することになり、 またしてもフェアウェイの代わりとして出走することになった。ミドルパークステークスの時とは対戦相手も格段に違う中、ファラモンドは勝ち馬フラミンゴから約2馬審査の4着と検討を見せ。しかし、その翌戦、ケンプトンパーク競馬場のグレートジュビリーハンデキャップでは、わずか100ポンド、約45.0キログラムという軽ハンデであったにもかかわらず、着外に沈んでいる。 自走セントジェームズパレスステークスでも着外であった。しかし、三頭立てで行われた、エルズミーアステークス、13ハロン、約2615メートルでは、金量も103ポンド、約4 6 3 5キログラムと恵まれたことも、あって一番人気に押され、首差で、久々の勝利を手にした。ファラモンドはこの年をもって引退した。 ミドルパークステークスでの優勝経験こそあるものの、通算成績は11戦2勝と目立つものではなかった。ダービー卿の元にはすでに同馬の父ファラリスのほか、ファロスやフェアウェイ、そして同馬の前アニシックルなど種ボバは十分にあった。そこで、ダービー卿はファラモンドを競りに出品、1万ポンド、当時のレートで5万ドルの値をつけた。 この競り会場の来場者の一人に、アメリカ・ケンタッキー州の生産者である、ハル・プライス・ヘッドリーがいた。ヘッドリーは、他のアメリカ人生産者と共同で小規模な、シンジケートを結成し、その代表として、ファラモンドの購入に当たった。そして交渉の結果、付けられていた値札よりも安く、4000ポンドで取引を、まとめることに成功した。ヘッドリーは後に、 エイブラム・ヒューイットのインタビューに対し、この取引について、それは晩秋か初頭のこと、ほとんど真っ暗になった夕べのことで、黒塗りの馬房の中にいる、ファラモンドが、膝の高さほどに積まれた藁の上に立っている、ということが、かろうじて確認できる程度であった。私はあえてこの馬を外で見せてほしいと頼まなかったが、それは私はどれほどこの馬に興味を惹かれているのかを、 ダービー教の使いに知られたくなかったからであった。と、懐を述している。ファラモンドは1928年にアメリカへと輸出され、ヘッドリーの持つボーモントファームにつなぎようされた。当時のアメリカには同盟の馬が存在していたため、ファラモンドはもっぱら、ファラモンド E と呼ばれるようになった。して、ヘッリーの下で種生活に入ったファラモンドは、 ヘッドリーと牧場に多大な貢献をもたらした。生涯で送り出した399頭の競争馬のうち35頭がステークス競争で勝ちを挙げたのである。初年度の産区は全く走らず、このため1932年に早くもシンジケートは解散し7500ドルの価格でヘッドリーが権利を完全に買い上げることになった。しかし翌年の世代からは、 ハイグリー、1931年生、ヒンバをはじめとした良い産区に恵まれるようになっていった。その後もリーディングサイヤーにこそならなかったが、1938年には、同じくアメリカに輸入されて、大活躍していたシックルに迫る2位に入っている。ファラモンドは最後まで、ボーモントファームで余生を過ごし、1952年7月に27歳で死亡した。 意外は、同牧場に葬られたが、ボーモントファームは後に規模を縮小し、ナヤやパドックを含む大部分を売却しており、現在その墓は住宅地や商業地に近い場所にある。ファラモンド3区には双軸の傾向にある馬が多かったとされているが、一方で年を重ねて中長距離校舎として体制した馬も存在した。最初にファラモンドの評価を高めた3区が、 前日のハイグリーである。2歳時からメートロンステークスやトロイクレーミングレースなどに優勝し、3歳ではブラックストーンバレリーハンデキップなどステークス競争を参照。さらにトボガンハンディキャップでは3歳牝馬ながらも国内の1000級スプリンターを相手に3着と検討した。48戦9勝で引退し、コーネリアス・バンダービルト・ホイトニーの牧場で繁殖、入り、 ここでもステークス競争勝ち馬を出すなど活躍した。そして、ファラモンド3区で最も代表的な馬が、1935年生まれのボバメノーである。2歳時にフューチュリティステークスに優勝、クラシック戦線こそ振るわなかったが、3歳、シーズン後半もウィザーズステークスなどで勝ちを挙げ、さらには3冠馬、ウォーアドミラルを破る快挙も成し遂げている。 メノウは、タネボバとしても成功し、トム・フールに代表される多くのステークス、競争家チ馬に恵まれた。中長距離で活躍した3区として、1941年に、エドワード・ライリー・ブラッドリーが生産したバイジミニーが、いる。同馬は3歳に入って、ステイヤーとして活躍し、ローレンス・リアライゼーション・ステークスなどの長距離戦、及びトラバーッズ・ステークスや、アメリカン・ダービーといった、 中距離戦で勝ちを挙げた。種ボバとしては失敗に終わったが、プリンクネスステークス優勝馬ボールドを出したほか、ソードダンサーやダマスカスのボフとなっている。この他では、カウデンステークスなどに勝ち、後に種ボバとしてコスマを出したコズミックボム、1944年生、ボバ、アーリントンラッシーステークスなどに優勝したアポジー、1934年生ヒンバなどがいる。 現在、ファラモンドの父系は、メノーのサンクトムフールを通して、トムフール系となり、そこから後世に伝わっている。当時は、グループ性未導入、父ファラリスト、ボフチョーサーは後愛称のニックスとして知られたものである。同様の配合で生産された代表的な馬に、フェアウェイやファロスなどがいる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。